神次元ゲームネプテューヌリバース3。ゲーム業界、そこは女神と呼ばれる存在が国を司り、そのもとにメーカーキャラたちが集う現実とは異なる世界。ゲーム業界には4人の女神がおり、それぞれが統治する4つの国家によって世界が構成されていた。女神ホワイトハートが治めるルイ、女神ブラックハートが治めるラステイション、女神グリーンハートが治めるリーンボックス、そして女神パープルハートが治めるプラネテューヌ。4つの国は世界の覇権をめぐり相争いつつも、互いが互いを高め合うことにより微妙な均衡を保っていた。まだ記憶に新しい犯罪神と呼ばれる存在がゲーム業界そのものを滅ぼさんとした事件の際にも、4つの国は力を合わせかろうじてこれを退けることに成功した。それから、わずかな時が流れ、ゲーム業界は再び、かつての平和な姿を取り戻している。
だがその平和も長く続くことはなかった。今まさに女神同士の新たな戦いが幕を開けようとしている。てめえなんかに好き勝手させてたまるかよ。少しは楽しませてくれるかしらね。光栄に思いなさい。私と戦えることを。少しだけ相手をしてあげるわ。かかってきなさい。思いっきり行くぜ。てあ！好きだらけよ。やっ！てっ！すい！くらえ！まっぷたちにしてあげるわ！相手が悪かったです。ははっ！せい！くらえなさい！ははっ！終わりですわ。行くぜ！とどめはもらうわ。攻撃やっ。ここで果てていただきます。消え去りなさい。あ、さあいよいよ年貢の納め時ですわよ、パープルハート。いいえ、ネプテューヌ。迂闊だったわ。まさかあなたたち三人が手を組むなんて。ほら、こういう時は一人ずつ頭数を減らすのがセオリーじゃない。特にてめえは最後に残しとくと厄介だからな。真っ先に死んでもらうぜ。こんな時にネプギアがいてくれれば。あの時私が見捨てたりしなければ。今さら後悔しても遅えんだよ。さあ覚悟しやがれ。ご安心なさい。なぶり殺すような真似はいたしませんから。一瞬で楽にして差し上げます。とどめは私がもらうけどね。負けない。たとえあなたたち三人が相手だとしても私は勝利してみせる。油断はしない。本気で行くわ。コンビネーション。やめなさいよ。やっと私。これがラステーションの女神の本気よ。私でをだって叩き切る。超特急の全部の一撃。あなたにはここで果てていただきます。ネプコさんがログアウトしました。こんなところで私は終わってしまうというの。脱落ですわね。このまま勝利は私がいただきますわ。何言ってるのよ。
ネプテューヌさえ消せばあなたたちなんて敵じゃないんだから。もうずるいよ、3人で寄って集まって、こんなの卑怯だってば。人聞きが悪いわね。たまたま3人の利害が一致しただけよ。人徳とか日頃の行いというものはこういう時に返ってきますのよね。だから私も一緒にやりたいって言ったのに。ごめんね、ネプギア。このゲーム4人用なんだよ。ネプギアの順番だったのにあなたが無理やり割り込んだのが悪いのよ。自業自得だわ。少し待ってて、すぐに私が勝って終わらせるから。それじゃあもう一勝負だよ。勝ち逃げされたんじゃプラニテューノの女神の名が滴るってもんだよ。ネクストラウンド。試合が始まりませんわね。それにこの画面は一体。パープルハートだけ表示されていて、私たちのキャラがどこにもいないわ。ネプテューヌ、何をしたの？何もしてないってば。普通にキャラクターで私を選択した後にバトル開始ボタンを押しただけだってば。ならバグかしら。このゲーム私も持ってるけど、こんなモードは見たことないわ。それにこの場所ってダンジョンのように見えないかしら。そう言われてみるとダンジョンに見えるわね。でもどうしてそんなデータが対戦ゲームに入っているのかしら。開発中に間違って別のモデルデータが混じってしまったのか、それとも今後のアップデートファイルが解放されてしまったか。ネプテューヌ、操作はできませんの？それがさっきから動かそうと思ってボタンを押しまくってるんだけど全然動いてくれないんだよ。そうですか。ゲーマーとして探索できるものならこの場所が何なのかを解き明かしたかったのですが。あ、それならうってつけのデバイスがありますよ。え？じゃじゃーん、私特製精神フルダイブ型ヘッドマウントコントローラー、その名もネープギアカッコカリです。ヘッドマウントコントローラー？ただのヘッドマウント型のディスプレイのように見えるけど何が違うの？まさかそれは装着するだけで精神をゲームの中にダイブさせることができるという夢のようなデバイスですの？はい、とあるゲーム記者の方から勧められたネトゲがモチーフのラノベに感化されてつい作っちゃいました。ちなみに当然ながら対応ソフトがないので、どのハードのどのソフトにも対応するようにコントローラー側のシステムを組んであります。なのでこのコントローラーを使えばバグっていようが強制的にゲームの中に介入できるんです。ネプテューヌ、あなたの妹ってこんなメカオタな設定だったかしら。ネプギアのメカ好きは青春キャラの可愛さをお楽しみいただくため邪魔にならない程度の差し障りのないメカ好きだったのに、どうしてこうなった？もしかして前作のリバース2で新たに追加されたルートでユニちゃんとあれを共同作業しちゃったせい？ってことはこのお話ってあのルートから派生する話だったの？知らないわよそんなこと。あと勝手に私の妹を巻き込まないで。ネプギアちゃん、その装置でのダイブ私にさせてもらえないかしら。でもこれ今朝完成したばかりなのでまだ動作テストしていないから、いきなり誰かにお願いするわけには。そうですか。でしたらえいっと。ブブー、な、何、いきなり何？あ、ベールさん何してるんですか？それまだテストしてないって言いましたよね。ちょうど画面に出ているのはパープルハートですし、ネプテューヌなら主人公補正で大丈夫なはずですわ。なんという理由。
何かあっても私知らないからね。起動ボタンはこれですわね。えい。ちょっと、いきなり何すんのさ、ベール。あ、でもこれはこれで新感覚で面白いかも。なるほど、ここがゲームの中か。ダイブ成功ですわ。ほい、よかった。けど、ずいぶん間抜けないよね。見た目は女神化しているのに、性格や口調はネプテューヌのまま。あ、ほんとだ、これ、女神化した後の体だよ。よいしょ、これまた新感覚だ、やっほーい。違和感ありまくりね。ネプテューヌ、気持ちだけでも女神化できないの？できるかどうかわからないけど、ちょっと試してみるね。これでどうかしら。ダメ元で言ってみただけなのに、まさかできるなんて。けど、これで違和感はなくなったわね。ネプテューヌ、体は動かせそう？ええ、この通り動かせるわ。さすがネプギアの開発したコントローラーね。本物の体のように動かせるわ。やった、お姉ちゃんに褒められちゃった。けど、さすがに常時この姿だと疲れるわ。やっぱりこの姿が一番楽でいいよね。え、女神化を解除できるの？当然ですわ。このゲームには女神化システムも実装されているのですから。もう何でもありね。それじゃあ、気楽ないつもの姿に戻ったところで調査開始。
たんだね。